はい、こんにちは、小野田真嗣です。今日は、髪が結構伸びて、この間仕事先の人に髪の毛がヘルメットみたいって言われたんで、ちょっと今日は、セルフカット続編やっていきます。今結構髪の毛が伸びて下に重みが来てるんで、ちょっとヘルメットっぽい感じになってるんで、ちょっとこの横のあたり、ここの部分とあとこの部分が今重いんで、そこをちょっとすっきりさせていこうと思います。はい、まずはここの部分の毛が今前髪に乗っかっちゃって、結構重みが出てるので、ここをまず、軽くするためにこの長さを切ります。この前髪の上の毛を、短く切ると、前髪の上の部分が軽くなるので、すっきり感が出ます。必ず切るときは、真上に、毛を持ち上げて切りましょう。で、この前髪の部分を、切ってしまうと前髪の長さが短くなってしまうので、前髪の上に乗っかる毛だけを、短く切ります。上に持ち上げて切ります。見えるかな、金髪だとちょっと分かりづらいんですけど、上に上げて、この部分を詰めていく感じですね。こう上に上げるだけ、挟んで上げるだけじゃなくて、ちょっと指を曲げると毛束をこう横に広げることができるんで、この指の曲げ方も重要です。こうだけじゃなくて、ちょっと指を曲げてこう毛束を広げる。で、次は、サイドの毛ちょっと切ります。この部分、横の部分がちょっとボリューム出てるんで、この部分を切ります。ここですね。ここの横のこの部分ですね、これが、重さを作ってる部分なんで、この毛を取り除くと、短くすると、横にすっきり感が出ますね。ここですね。この毛が重さを作っちゃってます。これ横に引き出してみると、その重さの原因が分かります、ね、ここの部分切っちゃってください。で、メンズのカットは、アウトラインを切らないようにするのがポイントですね。アウトラインもこう上げて切っちゃうと、そこだけがボコって
短くなっちゃうんで、アウトラインを切るときは、必ず下ろした状態で切った方がいいですね。前髪を短くしたい場合はこの下ろした状態でちょっと短くする。まあ今日は、アウトラインは短くしないんで、この上に乗っかった部分だけを切っていきます。はい、これでベースカットは大体終わります。はい、あとは、すきばさみですいていきます。こう毛束を、取ってこう後ろに隙間が見えないところは重くなってる部分なんで、この部分は、すきばさみを挟んで軽くしましょう。こう引き出して、濃いところ、こういう部分にすきばさみを挟む。で、軽いところにすきばさみ挟んじゃうと、ペラペラになってしまうんで、こういう厚みが出てるところを狙ってすきばさみを挟みましょう。結構下手くそな美容師はこの毛の厚みがないところにすきばさみを入れちゃうんでスカスカになってしまいます、ね、そうすると、髪の毛に束感が 出せなくなっちゃうんで、必ず、すきばさみを入れるところは、この厚みが出てるところだけを挟みましょう。で、あまり一気に挟まないで、間引く感じで。毛束をちょいちょいと挟む感じで、切りましょう。こう引き出して透け感がないところを挟む。濃いところ、濃いところを挟みましょう。で、挟むときは、一気にドサッと挟むんじゃなくて、こうつまむような感じで間引く感じですきばさみを入れてください。で、ある程度過ぎたらこう毛を左右に動かしてみて、軽くなるとこう毛束が動くので、動きが悪いところを、こう毛を動かしてみて、動きが悪いところをさらにちょっとついてあげると、全体的に軽くさが出て動きが出やすくなります。はい、こんな感じですね。まあ、今日切ったところは、この横のサイドの部分と、あと前髪の上の部分、まあ、ちょっとビフォアと比べると違いが分かると思うんですけど、ここが軽くなってますね。あとここがすっきりした感じになってると思います。
そんな感じで、今日はこの前髪の上とサイドを切ってみました。